はい、皆様こんにちは。今日はワルツ、ヘアピンにあります。昔からあるステップですね、これもね。まあ、クイックでもスローでも使いますね。はい、上がってやっておきますとですね、男性とクローズアップポジションで組みまして、右足かかとからですね、ワン、ツー、スリー、こんな感じです。最後、ツー、スリーでカウントセンターになります。はい、最初、かかとからこう入りまして、右回転の継続です。で、ワン、エン、思いっきりですね、右へ、こう、回転で、スウェーチェンジかかりますね。ワン、エン、はい。シグマリオンやってる方は、もうね、ぐっと上半身、シグマ上斜めライン、右へぐっと回転をさせながら、ぐっと行きながら、スウェーがこう、右へ変わるんですね。はい。こんな感じです。そして、スウェー変わりましたらですね、なお右回転を継続しながら、ここで、カーブの手ですね。右、左。つま先、右足つま先、左足つま先、降りる。カーブロです。静かにこう回転をぐーっとこう飛び込みながら次右足前進で、今度は次の前にキャスターみたいなのに入っていくと。こんな感じですね。大体こんな感じです。ワンヘンズフリー、4本ね、ヘアピン。まあ、ポイントは、というかポイント、まあ、このワンヘン、最初、ワンヘン、こことこで男性ね、ヒールプルっていうこの技をやるんですね。男性はね、男性は。女性は、ワンヘンズを入るだけなんでね。はい。ですから、結構ね、前、うつきながらの右回転になります。ワンヘン。で、ツー、スリー。こっち側で打ってみますと、次は入りますね。いきますよ。ワン、ツー、スリー。で、次。これが馴染みます。はい。これをヘアピンと言いますね。ちょっと覚えておいてください。はい。今日はここまでです。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。